石川志文は兵庫県出身の医師でレーシングドライバー。当初はロータスカップなどへ参戦していた。2004年の F4 西日本シリーズ第3戦 TI ラウンドにて37歳でフォーミュラレースデビュー。その後2005年は F4 にスポット参戦しながらフォーミュラドリームのドライバーオーディションに合格しフル参戦を果たしている。 2006年も F4 にスポット参戦するかたわら、全日本スポーツカー耐久選手権に挑戦した。2007年は40歳で全日本 F3 選手権に参戦。親父の挑戦として開幕前に話題を集めた。若手ドライバーが上級カテゴリーを目指して戦う、全日本 F3 において史上最高齢記録であった。シーズン開幕当初は、 周回遅れになることもあったが、第三戦以降は、トップと同一周回でレースを終えることが多くなり、第十六戦仙台ラウンドでは、八位に入賞し初ポイントを獲得した。以後ポイントを重ね、全二十戦中十九戦で完走を果たし、シリーズ十二位でシーズンを終えた。シーズン開幕前に目標をインタビューされた時に、若手ドライバーの二秒落ち以内で走りたいと答えており、 この目標は達成されたと言ってよく、完走率の高さと、相まって検討したと評価されている。2011年も全日本 F3 選手権 N クラスに参戦し、若手プロドライバーにごして2ポイントを獲得した。2011年以降は、フェラーリチャレンジアジアパシフィック選手権に参戦し、初年度より入賞を果たし、2012年度の日本ラウンドや、 アブダビラウンドでの総合2入賞を含む複数回の表彰台を獲得しているほか多数の入賞を果たした。その後はフェラーリのセミワークスチームである AF コルセに所属し2015年11月には元、スクーデリアフェラーリの F1 ドライバーのジャンカルロフィジケラとミケーデルゴロをチームメートにフェラーリ4 5 8 g t 3をドライブしバレルンが6時間レース参戦し クラス優勝、総合2位入賞を飾った。2016年には、同じメンバーでフェラーリ 488GT3 をドライブし、ブランパン GT シリーズや FIA 世界、耐久選手権に参戦した。ブランパン GT シリーズの開幕戦は、プロ、a m クラスで2位、総合でも10位に入った。2017年も、元ラルース F1 ドライバーで、 ルマン24時間レースでの複数回の優勝経験もあるオリビエ・ベレッタラとブランパン耐久選手権とイタリア GT 選手権に AF コルセから参戦した2018年より日本国籍のチーム MR レーシングを率いて FIA 世界耐久選手権にシーズン参戦する二千十九年二千二十年は引き続きフェラーリ八十八 g t e を オリビエ・ベレッタと、ベレッタと同じく元 F1 ドライバーのエディ・チーバーの、息子のエディ・チーバー3世と共にドライブする。新車 488GTE エボで、かつ、チーバー3世に代わり系コッツォリーノがドライブしたシルバーストン4時間レースで3位に入賞する活躍を見せた。本業は医療法人社団及び社会福祉法人交友会の運営で、自らも医師であり、 高齢者医療を専門としている。ありがとうございます。